マッキントッシュ社のカジュアルラインであるトラディショナルウェザーウェアの最初のお店ですね。まあ、ショールームで一度、トライは知っているんですが、お店として初めて取り組ませていただいて、マッキントッシュと、まあ、もちろん同じ血を分けたというブランドだと思うんですが、全然アプローチとしては違っていて、トラッドをベースにしながら非常にカジュアルな空間のアプローチをしています。まあ、地下ということもあって、地下 の、まあ、倉庫みたいな空間、割と使い込まれたような、素朴な空間を、まあ、イメージしてデザインしました。でそれぞれのマテリアルも非常にこだわってまして、まあ、レンガをフルレンガを基調としながら、また同じく古びた木材であったりとか、あとはまあこのスチールの部屋、すごくこの倉庫の中にいろんなパートがあって、この空間をまあ巡ってもらって楽しんでもらうような、まあマッキントッシュに比べて非常にこう逆に工事で親密なムードにしたいなと思ってデザインしました。まあ、それぞれのコーナーというものはそれぞれの商品のカテゴリーに分かれていって、まあ、巡ってもらうとこの全体の世界観が分かるような、そういう構成にしたつもりです。